ほら、すみません。僕もイギリスにワーキングホリデーで留学中なんですけど、今パリ来てます。ディズニーランド来てます。ほらす。パリのディズニーランド2種類あって、パークとスタジオっていう2種類。まあ、シーとランドみたいな感じなんですけど、スタジオの方は大人向きな感じなんですけど、ただ、7時に閉まっちゃうんですよ。で、今7時5分なんで、前回もう行きました。スタジオ。なんで、パーク。まあ、実はもう行ってるんですけど、もう一回行こう。パークの方は9時までやっております。最近中。Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why. Why you let me die alone inside? I died for you. I cried for you. I tried.夜ディズニー、夜ディズニーいいですね、いいですね。夜は夜でみんな楽しそう。夜のディズニーランドって何をしたらいいんですか。本来すべきことがわからん。まあ、いっぱい写真撮ろうかな。何、まあ、尻尾、あ、これ魚、魚の形になっている。これか。へえ、何のやつなんやろ。ちょディズニーあんまり、おもろそう。乗ろう。あれは乗った方がいい。なにこれ、ハイパースペースマウンテン。めっちゃ怖そう。苦手や。これは多分スターウォーズのやつですね。ハイパースペースマウンテン。スペースマウンテンは聞いたことあるけど、ハイパーはないな。エッグインやない。大丈夫。動画を撮る人を撮る人。ごっつい並んでる。なんか35分待ちとかやったかな、確か。一番でかいしね、この辺りで。だから多分スタジオはタワーオブテラーで、パークは多分これじゃない、スペースマウンテンじゃない、あの一押しのやつね。知らんけど、あらっす。うわ、おもろぞ。正直もこういうのめっちゃ苦手だから、めっちゃ叫ぶと思います。怖い怖い。痛っ。えっくい、えっくい。あれ正直むっちゃ叫んだ。うわ、写真貼られてある。大丈夫かな。絶対恥ずかしい顔してる。余裕でしたね。全然余裕やった。楽しかった。やっぱ海外といえどカップルとか多いんですよ。ディズニーランドといえばね、カップルの聖地と思いますから。一人で歩いてるの僕ぐらいなんですけど、ちょっとまあ足は痛い。僕あの今まで遊園地デートとかしたことなくて、ちょっとやってみて。僕海山って言うんですけど、海山ってこんな男気あるんだ。あ、彼氏にしたら最高だな。男のポイントを上げたいんだよ。ちょっと彼氏ずらし喋って今から。はい、男の人もし見てたらすみません。理想の彼氏っていうのを今から、はい、演じますよ。海山とディズニーランド、パリのディズニーランドにデートに来てると思って見てください。え、こんな素敵なのって多分言うと思うわ、みんな。え、こんな素敵な人なのってみんな言うと思うわ。もうどんどんポイントが加算されていくと思う。だからお願いします。ちょっと人多いね。ね、あ、なに、うるさいな。ボケー。
てかアイスあるけど食べる？アイス食う、ね、結構並んでんのよ列が。ちょっと割り込もっか。あれ、うわミッキーやん。ミッキーがどっか行ったよ。写真撮りたい。いやいやちょっと汚い汚い、やめとこ。汚い汚い汚い、あいつ洗濯してないって。今回はさ半年記念日で来てるやん。次はさ1年記念日でまた来ようって。ここにいやー、いい思い出が出て。待ってガム落ちてる。いや俺さこういうの許せんのよ。だってちょっと、いや一旦聞いて。いやあのさ、これ子供たちがさ遊ぶ場所でさガムをさポイ捨てするやつと許せんくないね。落ち、あこれ許せんわ。ちょっと座っていて。ごめんこれ、ごめん、ちょあっち座っていて。ごめんね、ちょっと俺一旦ちょっと片付けるわ。Enough のディズニーデライト。 And now ディズニーデライト。え？何？暗い。怖い。ちょ、うん、帰ろ。うわ、光り出した。光り出した。耳がちぎれた。なんかショーみたいなのやってるらしいけどさ、もうそんなんいいやん。もうホテル行こう早くね。早くホテル行こう。うん、行こう。お土産買おう。お土産いっぱいあるよ。あ、いいんじゃない。なんか青っぽくて、どれそれ。あ、まあまあ、うん、俺は街中でそれはつけんけどね。どれまあいいんじゃない。これ可愛くない？これ似合うって絶対。着てみてよ。絶対似合う。これ値段いい、いい値段なんかいい。そんなもん可愛くないもん。いくらなの？店員さん聞いてみようか。これエクスキューション。ハロー。これ店員さん聞いてみよう。So I have a question for how much is this? $70. Okay. So can you discount?無理やだね。帰ろっか。これ可愛くない？これいくらする？ん？ちょっと待って。なんか店員同士で喋ってない？いやいや、ちょっと待って。俺ああいうの一番許せんのよ。
私さ仕事中やん、喋っちゃいかんくない、そう思うやろ、思うやろ、そうね、うわ、いっか、俺ああいうさ、ああいうなんか接客態度舐めてる店員一番許せんのよ。ちょっとツイッター書くわ。ちょっと収まらんね、うん、言いに行かん、もうクレーム言いに行こう、接客態度終わってます、言いに行こう、大丈夫大丈夫、俺、いや俺、じゃあ俺が言う、俺が言う、行こう行こう行こう、大丈夫大丈夫、今日さ、ディズニーランド代のチケット2人で2万円ぐらいやったよね。ちょっとさ、チンチロリンしてさ、買った方が全額払うことにせん。いや、お願いお願い、そうしよう、うん、そうした方がさ、お互いもさ、手取り橋も来るよ、はい、振ります、しごろちょっとトイレなかったわ、どうしたん、大丈夫、疲れた、ん、待て待て待て、怪しいぞ、今日もしかして生理、やっぱパリのディズニーは違うね、日本とね、全然やっぱ人とかも、あの子かわいい冗談やがな、焼いた、焼いてる、もう冗談、ちょっと電話番号だけ聞いてくるわ、ちょっと待っていて、ごめんねごめんね、うん、ちょっとこの辺待っていて、ごめんごめんごめん、いや楽しかったね、ディズニーね、また来ようね、これマイク、あ、ちょ、危ない危ない、大丈夫大丈夫、いやちょっと今子供が通って、大丈夫大丈夫、クソガキ、ちょ俺芝居てくるわ、うん、あ、大丈夫大丈夫、ちょ、こうて、大丈夫大丈夫、こうて、お止まったり、ちょっとだけ、ちょっとだけ芝居てくるだけ、あれこれ水出らんタイプやわ、今日どうやった、楽しかった本当、よかったよかった、俺も楽しかった、うん、今日さ、あのずっと俺伝えたいことあって、ずっと言えんくて、どうしてもあのディズニーランドで言いたいってなってさ、ちょっと伝えていいかな、俺の気持ち、まあまあ、もしよかったら僕と、恥ずかしい、ごめんね、恥ずかしい、もしよかったら僕と、ちょっと待ってごめん、もうちょっと待って、結婚してください、え、ダメ？ダメ？ありえんわ、もういい、知らん、帰る、さあ、ということで完璧でしたね、まあちょっと理想の彼指導すぎてビビってると思うんですけど、すいません、海山こんな人間です、すいません、はい、あまり惚れすぎないようにお願いしますということで、まあ9時15分ぐらいで若干閉園時間伸びてるんですけど、皆さんも帰り出して、僕も帰ります、はい、近くにホテル取ってるので、ホテルで、はい、ゆっくりしようかな、ということで今日はこの辺で、あらした。